南洋金芽は金芽大化に属する深海性の中型海水魚である。熱帯、亜熱帯を中心とした世界中の海に生息し、日本にも南日本を中心に生息する。同族種の金芽大によく似るが、体高が高く強く側平たした体型を持つことで区別できる。水深110-1000メートルの海底近くを群れを作って泳ぎ、 無脊椎動物や小魚を捕食する。漁業の対象となることもあるが、むしろ金目鯛を対象とした漁業で混格されることが多い。食用になるが市場価値は金目鯛ほど高くはない。1880年に描かれた本種の図版南洋金目は金目鯛目金目鯛下の金目鯛属に属する三種のうちの一種である。本種は1829年に、 フランスの博物学者ジョルズ・キュビエが表した22巻にも及ぶ魚類の目録イストワールナ・ナチャールデ・デポ・アソンズの第3巻において初記載された。本種の現在有効な学名はベリックス・デカダクトラスである。種小名のデカダクトラスはギリシャ語で10本の指という意味である。標準和名の南洋金目の他に関東の魚市場ではヒラ金目や板金目とも呼ばれる。 これは、本種が同族種の金目鯛に比べて強く側平たした体型を持つことに由来する故障だと考えられる。本種は目が大きく、楕円型で強く側平たした体型を示す。体高が高く、体長は体高の1.9から2.5倍程度である。最もよく見られるのは全長35センチメートルほどの個体であるが、最大で全長100センチメートルに達するともされる。 記録されている最大の体重は2 5キログラムで、ある。幼魚では、頭部の眼前に強大なトゲがあるが、生魚ではあまり見られない。背びれは4トゲ状18から20何状から、尻びれは4トゲ状25から30何状からなる。尻びれの規定はやや丸みを帯び、尾ひれは深くに刺する。鱗は、やや大きく、側線状にある鱗の数は52から62と、少ない。 体色は、背側では親赤色で、副側では大々色を帯びる。その他の部分は主に銀色を帯びたピンク色で、胸部はやや黄色味を帯びる。口腔内と、ヒレは鮮やかな赤色である。このように鮮やかな赤い色は赤い光が届きにくい。深海環境への適応として、金目鯛の仲間以外の多くの種でも見られるものである。同族種よりも、 明らかに体高が高いことから識別できる。金目台と比べると強く、体が側平たしているのも識別に役立つ。より正確には、背びれの難条数が多いこと、頭部の棘が強大なことも識別形質となる。南洋金目は熱帯、熱帯域を中心としながらも、世界中に生息し、北緯70度から南緯48度までの海域で、報告されている。 大西洋では北はグリーンランドやアイスランドから南はブラジルや南アフリカまで生息が確認されている。インド太平洋でも南アフリカから東へ日本やオーストラリア、ニュージーランドまで生息する。東、太平洋のアルゼンチン沖やハワイにおいても報告例がある。西太平洋での記録は比較的少ないが、 これはこの地域で深海における漁業があまり行われていないためだと考えられており、実際には相当数が生息していると見られる。日本においては、青森県から土佐湾までの太平洋沿岸と佐渡以南の日本海沿岸で散発的に見られるほか、九州、パラオ海嶺、東、シナ海の大陸方の沿辺域などに生息するとされる。 水深110-1000メートルの大陸方や大陸斜面に生息する。日周延直移動を行い、日中は深海域で過ごすが夜になるとより浅い海域へ移動する。水深200から400メートルの水温摂氏24度ほどの海域で最もよく見られるが、地域によって生息する水深は異なる。東。 大西洋では水深100の972メートルで記録されているが水深350から600メートルで特に多い。インド太平洋ではより深い海域で見られ最も深くて水深1000メートルでも見られる。南洋金目は海底近くで捕食を行う。生態に関しては同族種の金目台ほど研究は進んでいないものの本種も金目台と 類似した生態を示すと考えられている。本種は低層遊泳魚であり、深海の海山上、特に深海生産後の近くで群れを作って泳ぐことが多い。日周延直移動を行い、夜には浅い海域へ移動する。大きな海遊はしないと考えられている。主に甲殻類や糖塞類、小魚などを捕食し、中でも小魚を最も多く捕食対象とする。 食生に関しては、金目鯛と異なる点が多く、本種は金目鯛はよりも消化が早く、より多くの種類の生物を捕食対象とする。産卵は6月から9月にかけての夏の間に起こるが、オスは1年を通じて繁殖可能な状態にある。この長い産卵期の間に、1匹のメスは多数回産卵を行う。卵は表層寄生卵で、 そこから生まれる子魚も水面近くを漂う。卵は産卵後27時間ほどで孵化し、生まれてくる子魚の大きさは、標準体長で1.5から3.0ミ、mm、リメートルほどである。子魚は、脳の近くに色素法があることで禁煙種の子魚と区別できる。子魚は、標準体長3.7から6.0ミ、mm、リメートルで、屈曲期に達し、標準体長15ミリメートルになる頃には、 ヒレ状とウロコが完全に発達する。この段階の稚魚は、腹気の南上を及び、背びれ前方の棘状が伸長することと、浮き袋の近くに色素方があることで、よく似る金目鯛の稚魚と識別できる。稚魚は、死魚よりも深い海域に生息するが、数ヶ月の間は中層を泳ぎ、その後生魚と同様に低層で暮らすようになる。孵から4年。 全長約30センチメートルで生成塾に達する。生成熟時の体サイズは平均するとメスの方がオスよりも大きい。他の金目鯛科魚類と同様、成長は遅い。正確な寿命については不明だが、69歳の個体が捕獲されたことがあり、最大で85年程度生存できるという推定がなされている。販売されている南洋金目南洋金目は、 経済的に重要な種で、商業漁業の対象になる。深海トロール漁や深海ハイナワ漁などによって漁獲される。本種が漁獲されている地域として、東、大西洋では、スペインやモーリタニア、カナリア諸島、西大西洋では、アメリカ合衆国南東部、インド太平洋では、日本やレユニオンなどが挙げられる。 金目鯛を狙った漁業で混沌されることも多いが、漁獲量のデータでは、本種と金目鯛が区別されていないことが多い。このことから、本種の個体数は漁業による影響を想定以上に受けているのではないかとの懸念も表明されている。金目鯛属の3種の中でも、世界的には金目鯛が最も多く漁獲されているが、一部の地域では、 本種も相当量が漁獲されており、特にアメリカ南東部では金目大属魚類の漁獲量のうち本種がその95%を占めている。日本では金目大量の根核によって漁獲されることが多く、漁獲量は多くない。駿河湾などでは釣りによって捕獲されることもある。食用になり金目大と同様の方法で利用されるが、体は薄くて肉量が少なく、 市場価値や味は金目大に劣るとされる。IUCN は本種の生息域は非常に広いため絶滅の危険性は低いとして本種の保全状態評価を軽度懸念と評価している。しかし同時に深海トロール量による深海産後への被害などにより今後本種の生息域が脅かされる危険性も指摘している。ありがとうございます。